お元気ですか、ボクシムです。今回は2020年プロ野球チップスの、紹介したいのと思っております、白菜カードと、キラカードをね、紹介したいのと思います。で、白菜カードはね、2冊持っております。まずはですね、こちらでございますね、2020年のこれタイトルホルダーでございます。こちらはね、第1弾でラッキーカードを引くとですね、もらえた、カードホルダーでございます。一般的にはね、これは売っておりませんが、メルカリなどではね、売ってるかもしれません。で、紹介したいなと思います。これ広島のね、山崎選手、宮崎選手、床田選手でございます。で、侍ジャパンのカードでございますが、侍ジャパンはね、結構ね、持ってます。で、侍ジャパンチップスカードっていうのがね、あったんですよ。それをね、まとめて買ってたね、思い出がね、ありましてですね、いっぱいね、ポテトチップスだらけになっちゃったことがございます。で、その場合はどうしたかというと、ね、カレーとか、シチューに入れたりしてました。あとマッシュポテトもね、作ってましたし、ポテトサラダにもね、作ってました。それでもね、食べきれなかった場合はですね、福祉施設の方にね、寄付してました。確かね、今やってなかったんですよね、パチンコ屋さんでね、こういう運動してたんですよ。で、例えばパチンコ屋さんだとね、お菓子とかあるじゃないですか。で、その時にもしいらないよって言ったら寄付することがね、できるんですよ。でね、店員さんに聞いてね、プロ野球チップスのお菓子がいっぱいあるんですよ。それを寄付することができますかって言ったら、できますよという、OK がいただいたんで、ね、それで寄付したことがね、ありました。で、今はね、今もね、もしね、やったらね、やりたいなと思ってるんですけどね、なかなか私もね、人見知りでございましてね、なかなかね、声をかけるのがね、結構苦手なタイプでございます。で、ちょっとごめんなさいね、今ね、手袋してるのでね、なかなか取りにくいところがございますけどね、その辺ね、ご了承ください。はい、ね、なかなかね、メジャー行ってる選手もいればね、今、他球団にね、渡ってる選手もいますね。OB もね、ありまして、現監督の方や、コーチの方や、元監督の方もね、いらしております。はい。で、1冊目でございます。続いてね、2冊目いきたいと思います。あ、ごめんなさい、こちら。こっちはね、さっきの方はね、後ほどね、紹介したいと思います。で、こちらね、2冊目でございます。2冊目もね、同様でございます。こちらがね、結構ね、大瀬良選手とかね、大野選手とかもね、結構ね、頑張ってね、まとめて買ったのをね、すごく覚えております。で、阿部選手もね、現在はね、楽天にね、トレードにね、移籍しましたね。この赤白のね、カードはですね、第2弾の時の、ラッキーカード引くとね、確か2枚もらえたカードでございます。で、注目したいのがですね、この右側でございます。この長嶋茂雄さんのカードですね。もしこれがね、本物のサインだったらね、多分これ、えらいことになってたんじゃないかなってね、思います。はい、ね。またね、2024年もね、プロ野球チップスカードね、出ると思いますので、またこれもね、買っていきたいと思います。はい。で、次はですね、先ほどね、ちらっと見せてしまったんですよね。この、白菜カードじゃないね、
このキラカードですね、ご紹介されると思います。キラカードもね、なかなかね、結構ね、集めてたんですよ。もちろん、ね、カードもね、被ってしまうこともあるんですよ。その場合はね、子供たちにね、あげたりとかね、してました。もちろん、なんていうの、フリーマーケットとかも出品したことがございます。まあ、100円ぐらいでね、売ってた記憶がございます。今ではね、OB もね、含めてね、おりますけど、立派なね、宝物でございます。以前見てたね、プロ野球カードの方とね、同じくね、集めておりました。こちらもね、結構ね、侍ジャパンもね、多かったなって気がいたします。はい、ね。はい、終わりでございます。はい、以上でございます。で、こちらのね、3種類のカードでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。で、またね、2月になったらね、また新作のね、開封動画も、次々とやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。